Yeah.
ご来場くださいまして誠にありがとうございます。はい、私たちチーム8は47都道府県から各1人ずつが集まった愛に行くアイドルとして活動中のチームです。今日は九州メンバー6人で皆さんに会いに来ました。はい、オープニングは47の素敵な街へ、エブリデイカチューシャ、言い訳メイビーの3曲を連続で聴いていただきました。はい、それでは早速ですが、本日のお題とともに6人の自己紹介をさせてください。本日のお題は、今日みんな九州メンバーということで、地元のおすすめドライビングスポットです。はい、まずは地元代表のカレンちゃんから。はい、めくって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 、せーの、カレンの。はい、ここ福岡県代表の吉田カレン14歳です。よろしくお願いします。私はあの福岡タワーに行きたいです。まだ登ったことがないんです。あ、ないのね。あら行きたいなって思ってます、ずっと。はい、はい、今日はもう最高のステージにしたいと思います。皆さん盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、みんなと一緒に笑顔になるなる。ありがとうございます。熊本県代表の倉野なるみです。よろしくお願いします。はい、私が行きたいドライビングスポットはやっぱり阿蘇です。阿蘇ですね。やっぱりあのね、大観望からの景色は本当にもう見たらもうあれですね、東京に帰れなくなっちゃいますよ。もう熊本愛にあふれると思います。はい、ぜひ行ってみてください。ということで今日もよろしくお願いします。イエーイ。
黒豚、黒牛、地鶏が美味しい鹿児島県の下脇かりんです。私の地元のおすすめドライブスポットは、恋する充電プリウスの九州バージョンの撮影場所にもなっていた城山展望台というところなんですけど、桜島がもうバーンって目の前にあって、もうすごく綺麗なのでおすすめです。今日もよろしくお願いします。はい、宮崎県から来たっちょは、会いたかったのはあなたもか私もか、矢口もかです。よろしくお願いします。おすすめのドライビングスポットはと言いますと、日南海岸です。おーおーって言ってるけど知ってますか？怖いぞ、あるとこ。いや、惜しいな。それはね、うん、三別日南って言ってね、後で宮崎でググってください、皆さん。よろしくお願いします。今日は最高に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、今からレナと5回言うので、その後にそれなって言ってください。いきます。レナ、レナ、レナ、それな。ありがとうございます。佐賀県から来ましたペナこと福地レナ、二十歳ですが心は3歳で頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。ドライブスポット、うん、おすすめの、あ、吉野ヶ里遺跡。まさかよ。なんで吉野ヶ里遺跡そんな好きなの？大好き。え、じゃあいつ行った？去年。去年、あ、去年行ったよ。去年行った。まあ皆さんぜひ佐賀県へ訪れて行ってみてください。とても歴史が学べます。今日は一日よろしくお願いします。はい、温泉県といえば大分県。はい、大分県から北県、ミンニユーが2つがついて、ミユー4こと吉野ミユー15歳です。私のおすすめするドライブスポットは、九十の夢大吊り橋っていうところなんですけど、知ってますか皆さん？聞いたことある。なんか駅じゃなかった秋になると、紅葉がすごく綺麗なので、ぜひ皆さん行ってみてください。はい、こんな暑さにも負けずに皆さん盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。イエーイ。はい、今日はこの6人でお送りしていきたいと思います。そしてじゃあ地元のカレンちゃん、はい、じゃあ福岡の美味しいものをベスト3を教えてください。今日も夜ご飯になるかもしれない。おね、なるなる。はい、ということでじゃあまず第3位から、ドゥルル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 ルおいしいね。おいしい、おいしい。はい、もう食べた。じゃあ第2位いきますか。はい、では第2位、ドゥルル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 ね。カレンちゃん、明太子好きですか？大好きです。おー、まあみんな好きだよね、明太子ね。大好き、明太子。さあ、ということで今日は以上の6人でお送りしていきたいと思います。さて、今から3曲続けて一気にいきたいと思うんですけれども、皆さんいいですか？イエーイ、準備バッチリですね。それではまずはこの曲からです。どうぞ。
AKB48 チーム8カートグランプリ初代最速女王は誰だの結果発表をここで MC アシスタントのペナにやってもらおうと思います。はい、私はですねじゃないね結果発表ですね予選を見事通過したメンバーはなんとナルトモカです。おめでとうございます。この二人にはね来年行われるグランプリレースに出場していただきます。みんなの分も背負ってぜひ初代最速女王に輝いてほしいなと思います。はい、頑張ります。まさか予想してなかったよね。そうなんですよ頑張ろう頑張りましょうはい、はい、ということで続いての曲に行きたいと思います。続いて聴いていただく曲は365日の紙飛行機です。この曲は NHK の朝ドラでもやっていたと思うので皆さんご存知の方が多いかと思います。一緒に歌ってください。それでは聴いてください。365日の紙飛行機。お願いします。
365日の紙飛行機を聴いていただきました。はい、先ほどカートグランプリの後に、レーシングドライバーさんが運転する車の助手席に乗って迫力のある走行を体感できるパワードライブというものを、カレンとモカとナルが体験してもらったんだけど、どうだった？実際乗ってみて。いやね、すごかったな。なんかもうすごすぎてね、うんうん、私おもちゃになったかと思ったから、うん、すごい揺れてたからね、頭が。うわね、なんかね、うん、一味違ったっていうよりね、うん、もうね、八味違ったぐらい。ベイトだけにね。うん、そう。感じ惜しかったです。え、もう迫力抜群のドキドキワクワクでした。おー、ドキドキワクワク。すごいですね。まあ、とりあえず、すごい迫力だったということでね、うんうん、すごいいい経験になれたんじゃないかなって思います。はい、ほんと、めったにできないことなんで、本当に楽しかったです。うんうん、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、はい、ということで続いての曲が最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。いやー、ここまでねすごいコンテンツやったり、ステージ2回あったりと本当に楽しいライブでした。皆さん最後も声出して盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、ラブドリップ。
なるともかに、はいはい、次のステージに進むための意気込みをしたいと思います。はい、いやまさか。でも私は決勝にやっぱ皆さんからの予想をいただきましたので、これは決勝行かねばというプレッシャーがあったんですけど、まあでもすごい楽しくドライブができて、自分のザ・カートで一番良かったと思います。決勝は、まあ、1位は狙いつつ安全第一で元気に走行したいと思います。皆さんぜひ決勝のステージもお待ちしてます。はい、私はですね、まあイメージトレーニング、これのおかげですかね。なので次回もちゃんとイメージトレーニングをして出たいと思います。今日予選通過できなかったメンバーの分まで私は頑張りたいと思いますので、ナルと一緒に頑張ります。頑張れ、じゃあ応援しに来てください。応援してよ。はい、ということで予選を通過したメンバーは来年行われるグランプリレースも優勝を目指して頑張ってください。頑張って、頑張ります。ありがとうございます。さあ注目の第3戦目はですね、10月15日に富士スピードウェイで行われます、トヨタガズーレーシングパーク in FIA、世界耐久選手権 WEC 富士で行われます。参加メンバーなどは、特設サイト内にて随時お知らせいたしますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そして今 AKB48 モバイルサイトではなんと予想レースの予想結果メンバーを予想なんかね、予選を突破したメンバーの予想を行っております。これに見事的中された方にはなんとその予選突破したメンバーの待ち受け画像がもらえちゃいます。イエーイ、今日は私とモカですね。イエーイ、おめでとう。はい、そしてなんと予想に的中させた方の中から抽選でプレゼントします。しい、次回のレースの予想までまだまだ間に合いますので、まだ登録されていないという方もぜひやってみてください。お願いします。はい、ということで今日はご来場いただき本当に本当にありがとうございました。